アルバカーキは、アメリカ海軍の紹介フリゲート、タコマ級フリゲートの一隻。艦名は、ニューメキシコ州アルバカーキにちなむ。アルバカーキは、海事委任契約のもと1943年7月20日に、カリフォルニア州リッチモンドのカイザーカー5社で寄港する。1943年9月14日に、BL ・リビングストン夫人によって、命名、浸水し、 1943年12月20日に、艦長ウェインエルゴフ沿岸警備隊象佐の指揮下、収益した。偽装及び成長訓練後、アルバカーキは、カリフォルニア州のトレジャーアイランドを1944年3月24日に、出港し、ワシントン州シアトルに向かう。2日後に到着、そのまま同地に泊まり、4月5日に、アラスカ行きの船団護衛任務で出港する。 戦団は4月16日にアラスカ州のダッチハーバーに到着し、アルバカーキは第27護衛分艦隊に配属される。1944年の残り及び1945年前半をアルバカーキはアラスカ州各地の港における戦団護衛アリューシャン列島をベーリング海での偵察任務に費やした。 1945年6月5日から7月14日まで、ダッチハーバーとシアトル間の往復巡航任務を行い、その後も、戦団後へと偵察任務を継続、8月16日にコールドベイで退役し、翌日レンドリースポーに基づき、ソ連海軍に対応された。ソ連海軍で EK-16 として4年以上勤務した後、 アルバカーキは1949年11月15日に横須賀でアメリカ海軍に返還された。修理及び更新作業の後、1950年10月3日に艦長クロードオーロー少佐の式下横須賀で最終駅した。続く10ヶ月間をアルバカーキは横須賀と香港、シンガポール間の船団合営及び偵察任務に費やした。 1951年8月には、横須賀とフィリピンのスービック湾の間で、作戦活動に従事し、9月10日に、横須賀を出港、佐世保を経由して15日に、朝鮮半島東部での護衛及び、偵察任務に入る。太平洋艦隊駆逐艦小艦,艦隊、第五護衛分艦隊の一隻としてアルバカーキは9月の、残りと10月の大半を、韓国沿岸で活動した。 アルバカーキは任務を継続し、1951年10月26日に佐世保を出港、香港に向かった。香港には9月30日に到着し、翌年3月までステーション艦としての任務に従事した。1952年3月6日、香港を出港し、フィリピンに向かう。ルソン島のスービック湾から日本に向かい、5月16日に、 サセボに帰還した。サセボを拠点としてアルバカーキは、韓国の東海岸沿いに偵察を呼び、戦団護衛任務を再開した。任務は6週間継続し、7月に再び、スービックワンを訪れ、26日に、香港に戻る。その後11月中旬に、最後の香港への巡航を行い、スービックワンを訪れた後12月3日に、サセボに帰還、再び、 韓国東海岸での任務を再開した。1953年2月28日に、アルバカーキは、横須賀で退役した。1953年11月30日、日米船舶隊を協定に基づき、第十0回隊予感として警備隊に退役され、土地として収益し、横須賀地方隊に編入された。同年12月23日、ケヤキ、シー、マキと共に、 第三戦隊を新編。1954年4月10日、第三戦隊は、第二戦隊軍に編入された。1957年9月1日に、艦籍番号が、PF-296 に変更された。1962年3月15日、舞鶴地方隊に編入された。なお、土地は1961年12月1日に、 アメリカ海軍から除籍1962年8月28日には、太陽から強養に変更された。1965年3月31日、保管船に区分変更され、舞鶴教育隊の実習艦として使用された。1971年7月9日、アメリカ海軍に返還。なお、返還後、実艦標的として使用されることとなり、 1972年8月22日、23日の両日、舞鶴北方海面で、護衛艦による艦砲射撃、航空機による攻撃の後、潜水艦による魚雷攻撃により撃沈されている。アルバカーキは、朝鮮戦争の先行で3個の従軍聖章を受賞した。ありがとうございます。